朝飲むだけでマイナス10キロ痩せる方法をあなたにお伝えしていきます。この動画をご覧いただきますと、スキャベツダイエットのさらに効果を倍増させる美味しいレシピ、アレンジメニュー、あなたに材料と作り方までお伝えしてまいります。ぜひ最後まで楽しみにご覧くださいね。このチャンネルではこのような様々な腸活法をあなたにお伝えしているんです。そのことであなたが健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録、そして LINE 登録していただきますととても励みになりますし、本当に嬉しいです。今 LINE にご登録いただきますと、私が取り組んでおりますこの腸活ダイエット、あなたにも今すぐできる腸活方法の動画4本無料でプレゼントさせていただいております。ぜひそちらの動画も日々のあなたのダイエットにお役立ていただければと思います。それでは早速本題に入ってまいりましょう。では1つ目の項目です。なぜこのスキャベツダイエットのアレンジメニューであなたが痩せる効果を倍増させることができるのかっていうその理由なんですけれども、ポイントは腸内環境を整える材料を全て使っているからになるんですね。とにかくあなたがもしダイエットを繰り返している、もしくはリバウンドがもう必ずそのしてしまうっていうその繰り返し負のスパイラルへと入ってしまっていらっしゃるようであれば、それはですね、あなたがお悪いんじゃないんですよ。あなたの腸内環境がお悪いからいつまでたってもその努力が報われないというその悪い状態に陥ってしまっていらっしゃるわけなんですよね。もう腸内環境が悪いままでしたらもうとにかく何しても無駄です。なぜかというと、あなたご自身のその体質が太ったままだからなんですね。逆に言えばこの腸活法を実践されることで、あなたの腸内環境が整えば自然と健康にもなれますし、もう何よりも基本的な体質、痩せ体質へと根本的にですね生まれ変わることができるわけなんです。もう別人になれるわけですよね。以前の私もそうだったんですけども、もうどんなにいろんなことをしたところでもうリバウンドが待ってるわけです。もうそんな遠回りをしていただきたくないので、まずは日頃召し上がっているお食事を私が今からねお伝えするその腸活メニューにまずは置き換える。もうそれだけで本当にですね体質が痩せ体質へと変わっていきますから、もう楽しく腸活取り組んでいただきたいなって思うんですね。そのポイントはやはりあなたの腸に住んでいる腸内細菌たちをもういかに味方につけることができるかということに、もうねそのダイエットの成功するしないが分かれてくるわけですよね。やはり痩せ菌と呼ばれるその善玉菌たちがとっても種類が多くって、しかも善玉菌たちが好む餌を与え続けて、しかもそれがずっと腸内に居続けてもらわないといけないわけなんですよね。そのためには必要なものがあるんです。まずは発酵食品を摂ること。この発酵食品がないとそもそも痩せ菌が増えません。種類が増えないですよね。またプラスこの増えたところで餌を与えないと増えないわけです。今いつまでも居続けてもらえないわけですから、やはりせっかく来てくれたんだったら育てないといけないわけです。ペットでもそうですよね。あのワンちゃんや猫ちゃん、鳥たちとかね、インコさんとか文鳥とかいろんなねペット飼ってらっしゃる方いらっしゃると思うんですけれども、飼ったらですよ、一緒に暮らしてるわけです。家族ですからちゃんとご飯あげますよね。あげないなんていう方はですねいらっしゃらないと思うんですよ。あげなかったらどうなりますか？もちろん亡くなってしまうわけですよね。死んでしまうわけです。そんなことにならないためにも、腸内細菌だってあなたの腸の中に飼っているペットと思ってください。そのペットたちをですねいつまでも家族同様を大事に大事にやっぱり育てていってあげないといけないわけですよね。もう一生のパートナーです。そんな細菌たちの餌となるのが水溶性の食物繊維ということになるんですね。そこで私が今回あなたに一押しなのはスキャベツになるんですよ。でこのスキャベツはもうとにかく最強のダイエット食です。
で詳しいその効能だったり痩せるその原因のね理由のポイントであったりそのスキャベツの作り方っていうのは私また別動画でお伝えしてますからそれはそれでご参考にしていただいて今回はちょっとあなたにスキャベツ知らない方もいらっしゃると思うんでざっくりとその腸活の材料となるその痩せ効果についてお伝えしますね。もうまずキャベツこれ最強なんですよね。なぜかというとその痩せ菌たちの餌となるその食物繊維が同時に2種類取れちゃうんです。水溶性といってその便を柔らかくしてくれるもの水分たっぷりですねにしてくれる餌となるプラス不溶性ですねこうもさもさとしていてその便をかさ増ししてくれてこう押し出してくれるそういった食物繊維の2種類が同時に取れちゃうのがキャベツになるんですよね。でまた もちろん低脂肪ですし抗酸化作用もありますからあの細胞レベルで若返ることができるということそしてお酢を使います。で一押しはリンゴ酢です。なぜかというとこうまろやかであの癖がなくてすごく使いやすいですしあの酢酸の働きであなたの腸の動きがとにかく良くなるですよね。でプラス太るもとですよね。糖質を取った時のその血糖値の急上昇をこのリンゴ酢が抑えてくれるわけですから結果脂肪を溜め込みにくくしてくれる作用がお酢の効果になります。でまた実はカリウムも豊富なんですよ。もしあなたがあのせっかく体重が落ちたのにこうむくみがひどすぎてもう一向に周りから「わあ痩せたね」って言われないんですっていうねご経験があるという場合はむくんでらっしゃるだけですからやっぱりその代謝をね水分代謝を良くする必要があるんです。その時にやっぱりカリウムを取ってあげないとむくみ改善なかなかできませんからそのカリウムが豊富なリンゴ酢を使うことでむくみも改善しちゃいましょうということですね。でまたスキャベツの材料の中にあの塩も使うんですけどこのお塩もうぜひぜひ精製していないミネラルやビタミンがたっぷり残ったままの良いお塩を使いましょう。そうすることであの体温が上がったり代謝が良くなったりしてまた脂肪燃焼効果がアップしますからお塩もとっても大事なポイントになってくるんですよ。では次の項目2つ目です。何をということで今回ベースの主な材料はスキャベツを使ったメニューになるんですけれどもあと簡単にそのスキャベツの作り方なんですが材料です。キャベツですね。できれば無農薬の良いものを使いましょう。4分の1に対して先ほどのリンゴ酢が 100ml で天然の良いお塩が小さじ2分の1程度でも十分です。この以上の材料を保存袋に入れて蓋を閉めてもうとにかくですねよく揉んでなじませて保存容器ですね。できればガラス瓶がいいと思います。ピシャッとこうね蓋がビシッと閉まるような保存容器で保存されるともう冷蔵庫で、ね、1、2週間持ちますのでぜひ作ってみてくださいね。で詳しい実演交えた動画は私別の動画でスキャベツダイエットということでお伝えしておりますのでもっと詳しく知りたい方はそちらの動画をご参考にしてみてください。ではいよいよここから最後の項目3番目です。どのようにそのスキャベツダイエットの効果を倍増させることができるのかということで今回はあなたに特別なスペシャルレシピを材料と作り方合わせて最後お伝えして終わりたいと思います。まず材料です。作るのはスキャベツの味噌汁ということになります。でこの味噌がまたね発酵食品なんですよ。なのであなたの痩せ菌をどんどん増やしてくれるんです。ぜひこのスキャベツ味噌汁をですね毎朝飲んでみてください。もうとにかく痩せ体質にもうどんどん近づいて加速することができますのでお体の変化を楽しみながら取り組んでいただきたいなって思うんですね。ではまず材料です。まず2人分でご準備しました。だし汁が 400ml、 そしてそれに対してスキャベツ先ほどのねスキャベツを 200g 準備しましょう。そして無添加のお味噌ですを大さじ1ご準備してください。たとこれだけなんですよ。私ですねもう簡単レシピ大好きなんですね。なぜかというと簡単だと続けることができるからです。私は本当にあの難しいねレシピ苦手なんですよね。あのめんどくさいですよ。もうこんなこと知られないと思うんですよね。もうとにかく早くて簡単にできて美味しいってもうこの3つの条件が揃わないと私したくないです。なので私が日頃ですね美味しく食べているもうとにかく簡単で続けられてもうとにかく美味しい
レシピというのをあなたにもどうしてもシェアしたくって、毎日ねこうして YouTube でアップしてるんですけれども、今回はこのスキャベツの味噌汁です。で作り方に移りましょうね。まず1つ目、鍋にだし汁 400ml を入れてください。でそこで一旦強火で煮立たせてくださいね。でそこまでできたら次、スキャベツをこの 200g お鍋に入れたら、今度は中火にしてください。で約5分ほど軽く煮ます。で煮立ったらもう味噌、お味噌ですね、無添加の味噌でお願いします。でこの調味料がすごく大事で、その痩せるためにいろんな痩せる食材召し上がる方いらっしゃるんですけど、実はその味付け調味料が原因でいつまでたっても痩せないという方がねいらっしゃるんですね。でその正しく調味料を選ぶ方法というのがすごく大事なので、私がこの動画の冒頭でお伝えしました LINE にご登録いただきますと、その味噌汁、すみません、調味料の正しい選び方ということで動画もプレゼントしておりますので、ぜひそちらもしっかりとご覧いただいて、正しく痩せる調味料の選び方を身につけていただきたいと思います。でこの味噌をですね、大さじ1を溶いたらもうあっという間にスキャベツ味噌汁の出来上がりということになります。簡単でしょう。もうほんと簡単ですよ。特に朝は忙しいっていう方もね、これだったらできるなって思っていただけたんじゃないかなと思います。でこのスキャベツももう冷蔵庫で保存の瓶でストックしておかれたら、もうほんと入れて溶くだけですよね、お味噌を。もうなんて簡単なんだろうっていうね、このもうダイエット効果抜群のスキャベツ味噌汁をぜひ毎朝召し上がってみてください。その朝召し上がることで、そのお腹のね、その動きも良くなりますし、デトックスもできますし、お味噌であったりこういったスキャベツを摂ることで代謝を上げることができたり、体温を上げることができたり、結果脂肪を燃やすことができる。プラスこのお酢の効果で急激にその朝ね、やっぱり空腹時間に食べる時って血糖値がこう急上昇しやすいんですけれども、そこを抑えてくれる効果のこのスペシャルなお味噌汁を食べることで、あなたのその脂肪を蓄積するのをギュッと抑えてくれますから、ぜひですね、もう美味しく食べながら健康的で綺麗に痩せていただいて、理想のお姿を手にしていただきたいなって思います。さあ、いかがだったでしょうか。今回はスキャベツだけでももちろんダイエット効果すごく高いんですよね。もうこれも本当に一押しなんです。もう私も毎朝食べてます。もう家族にも毎朝ね出すんですけど、飽きないですね。もういろんなアレンジレシピありますから、また今後もねお伝えしていきたいなと思うんですけれども、私はスキャベツそのまんまを食べることもありますし、今お伝えしたこのスキャベツ味噌汁、特にね、あ、味噌汁作らなきゃっていう時はもうわざわざ野菜切ってられないっていう朝は、あ、スキャベツあったバーンとね味噌汁に入れたらおしまいっていう、この簡単なメニューでこの健康的な体とこの体型を維持することができています。あなたもぜひ私と一緒に美味しくスキャベツ味噌汁ダイエットしてみませんか。一押しですよ。それではこの動画役に立てていただけましたらもう本当に嬉しいです。最後までご視聴していただきましてありがとうございました。